こんばんは、プリティです。南横塚のところにね、レモン料理専門店があるのよ。ここね、もうどんなメニュー頼んでもレモンテルらしいのよ。変わってるなと思って、お店のさ、店頭のところ行ったら来年の2月に閉店しちゃうみたいよ。だからね、それまで、まあ、この料理を、まあ、食べるチャンスなんじゃないのかなと思ってね。じゃあ入るしかないじゃないっていうことで、おばちゃんね、閉店したのね。したらさ、確認と、レモン料理、逆に行けよ、何やって、確認にレモンって何って。レモン料理のお店だからドリンクなんか頼もうかなと思って見てたら、やっぱレモネードでしょ、これっしょ。なんかね、本場のジンジャーエールみたい、甘みを抑えたら、なんて言ったの、苦味とさ、あとあの風味が強い、なんか料理食べるのにはバッチグだと思う。でもこの角煮丼、なんかね、爽やかな匂いするの。なんか日本のなんか、なんていう、角煮丼とちょっとちゃう。ここレモン料理のあの創作な、なんかそんなのがなんか出るらしいんだけど、このね、サラダの上にぶっかかってるソースみたいなのにもちょっとレモン合わせてんね。とレモンなんじゃないかなと思う。あとね、あの小鉢にはなんか レモンかなんかで煮た、また違う、あの豚肉の料理が入ってて、うん、なんかすごくちょっとなんか、なんていうの、オシャンティーなカフェで出てくるような、なんかメニューみたい。匂いがね、それでハーブっぽいのもなんかパラついてんのよ。ちょっと食べてみたのね。味はね、日本の角煮のような味なんだけど、爽やかなんで、なんていうの、レモンのね、味がきつくないのよ。爽やかに、なんか、まあ、周りにまとわりついてるみたいな感じ。で、これ、ニンニクと生姜なのかな、ちょっと苦味あるんだけど、これがまたいい。なんか、アクセントとしてね。でね、ソースと、あとレモンと、あと何か足したような、サラダにかかってる、ソース、これもなかなかね、美味しい。角煮丼なんだけど、なんか洋風角煮丼みたいな、地中海かなんかの料理を足した、まあ、そんなような味わいだったかな。すごく変わってるんだけど、めっちゃ美味しい。うん。私なんかちょっと変わってる料理好きじゃん。ちょっとずびしった。最初ね、なんかお店入った時に、女性のお客さん2人と、あと男性の亭主と、あとカウンター見てる、なんか女の子、なんか可愛い女の子に、でワイワイなんて盛り上がってて、ちょっと入れちゃうと思って二の足踏んだ。でもそのね、カウンター見てる女の子は心よく、出したっつってね、あの招き入れていただいて、あの元気なね、女性の方で、最初ちょっとあのまちビビって言っちゃったよ、よくなって、あの、おじけづいちゃった。だってね、若い女の子たちばっかりのお店に、ね、盛り上がってたらちょっとね、うっとなるじゃん。だからね、ちょっと二の足ったんだけど、なんとかね、入って、で、食べてみたらね、美味しかったし、あんまりここでしか食べることできないような料理だと思います。で、レモンもね、思った以上にそんな強くないわよ。風味を良くしてるというような味付け。でも他の料理ではきつかったりするんじゃないのかなと思うんだけども。それで動画をね、手伝ってくれてるメンバーと、あと、ケイチョウさん今ちょっとね、イケメンの男性にちょっと、今お留守にしてますので、残ってる、今までね、ちょっと手伝ってたメンバーと話し合ってて、今後さ、フリーにするじゃないって、最後の予告のお姉さん、あれはね、なくす方向に行きましょうということになりました。いろいろ著作の問題でね、後々、ちょっとね、トラブルになる前に、もう終わるんだったらね、これちょっとね、ということに、ね、なると思いますので、よろしくお願いいたします。私をものにしたいなら、もっと。
ズビビと来る相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。